今回はこの本編でやっていこうと思います。これまあ難しいところなんですけどね、その1種2は基本本編なんですよ。ウルトラはね悩ましいとこなんですけどね、まあ、ちょっと今回本編で、まあ、本編の方がちょっと難しいしね、ほんのちょっとだけど、それこそレナレナとか使えないしな。さあじゃあ行きますか。こいつはじゃあコンドームかな。頼むぞ。うやコンドームダメなの？コンドームダメなの？ウルトラローラ。おい、厳しすぎねえか、ゲーフリー。これダメ？コンドームはダメ？いけないんかい。じゃあ、これならいけるでしょ。コンドーム。これならいけるでしょ。よーし、オッケー。危ないとこだったぜ。テイクワンでいきなり終わるとこだった。ポケルスついてた？マジ？神運じゃん。ポケルスってました？自然発生。ほんとだ。ポケルス出るなら色違い出てほしかったけどな。すげえな。テイクワンでポケルス。豪運すぎる。その運が D リーグであれば勝ってたな、今頃。そんな運いらん。いや、相当すごいよ。ちなみに自然発生。めちゃくちゃすごいけど、そんなことなら D リーグ9勝当たんないでほしかったわ。コンドームなのに、性病防げてねえじゃねえかよ。いや、めちゃくちゃすごいんだけどさ。じゃあ、ジェネガブの技9勝当たんないでほしかったな。はぁ、今のほんとないじゃん。エグすぎるんだけど。アナルを音にかくるんるるんるんるん、あの子のアナルをるんるるんるんるん、その後アナルをるんるるんるんるん、最後にアナルをるんるるんるんるんと。